D-10100mm 戦車砲は、ソビート連邦で開発されたアトソを指ライフル砲。主として、戦車砲内主体戦車砲として、車載されて運用された。D-10S 砲搭載の SU-1001944 年初頭、ソビート連邦軍は、海 -3476mm 戦車砲に、変えて D-5T85mm 戦車砲を、 搭載した新しい T-34 から85抽選車の運用を開始した。これによって、ソビエト連邦軍中戦車の火力は大幅に強化された一方で、SU-85 が同口径同系列の方を搭載していたことから、対戦車自走砲の火力強化が求められるようになった。このことから、国営第9ウラル重機械工具製造所のペトロフ、 技師の設計チームは 100mm 砲を搭載した SU-100 追戦車自走砲の開発に着手した。手法としては海軍の B-3456 口径 100mm 艦載砲を元に車載化した S-34 と M-60-107mm 野砲を元に 100mm 口径に改め設計したものの2種が候補とされ、 1943年9月には、両車を ML-20152mm 榴弾砲の砲がに搭載しての死者が行われた。1943年12月27日には、ソ連国家防衛委員会はさらに重戦車に対しても 100mm 砲を搭載するように加齢した。これに応じて S-34 を搭載した重戦車として開発されたのが、 イズ -110 戦車であったが、法の設計上、法等内の配置に問題が生じた。また、本来搭載すべきものとして開発されていた SU-100 においても S-34 を搭載した場合、幅の関係で乗員が出入り可能な、車体前方ハッチが取り付けられないことが判明した。このことから、より小型、軽量の 100mm 砲として開発されたのが、 DE-10S である。DE-10S は53.5高傾長の長方針により895メートル毎秒という高所速を実現しており、V5 戦車、パンターの7.5センチメートル KWK42 や、ティーガー I の8.8センチメートル KWK36 を大きく優越する火力を実現したが、 ティーガー2戦車の 8.8cm KWK43 と比べるとやや劣るものであった。D-10T 砲搭載の T-54D-10T2S 砲搭載の T-55 その後1945年より、56、後継長の改良型である D-10T 砲を T-44 中戦車に搭載する研究が行われた。 100mm 砲搭載の試作型は T-44 から100と称され、D-10T 砲搭載型と LB-1 砲搭載型の2種が開発されたが、D-10T 砲の性能的な優越が確認された。しかし、設計上、T-44 の車体では 100mm 砲の反動を十分に吸収できないことが判明し、 100mm 砲の搭載を前提に、全面的に改め設計された T-54 が開発された。1955年には、砲安定装置を導入し、砲身先端にカウンターウェイトを装備した T-10TG が開発された。この砲安定装置は、STP-15 リゾントと呼ばれる、標準の縦軸を制御する装備であり、同時に手動であった。 青具深くの操作も電動、または、油圧となった。しかし、走行中に砲が動いて装填手を自己死させるという、トラブルも発生しており、完成度に問題があった。本砲を装備した T-54 戦車を、西側は T-54A として区別した。なお、ゴリゾーンとは、ロシア語で、水平線の意味である。また、翌1五十六年には、 二軸のツクローン法安定装置と排煙機を導入した d 1 0 t 2 s が開発された。なお、ツクローンはサイクローンのこと。しかし、この装置は近年の戦車のように高進間射撃ができるほどの性能はなく、目標に対し大雑把に試行したのを砲手が微調整して照準するというレベルだった。本砲を装備した T-54 戦車を 西側は T-54B として区別した。また、さらに全面的な解説系を施した T-55 戦車においても、本砲が装備された。また、T-54A を59式戦車の名で、ライセンスコピーした中国では59式の名で、生産していた。性能は D-10TG とほぼ同じである。 D-10T シリーズを元に開発された試作法が D-54 である。D-54 の開発は、ラドガ計画の名称で D-10 シリーズを設計した第9課法、工場設計局のペトロフ医師の設計チームによって行われた。D-54 は D-10 と比べて、初活力にして30%増加しており、 より高所速のアップズダンを運用できるようになっている。方針の先端部には多項式のマズルブレーキが装備されている。ライフサイクルコストが高く、また、アップズダン使用時の相談等の分離などに不具合があったことから、本砲は試作に止まり、配備されることはなかったが、T-62 に搭載された1 1 5ト、mm、ル格好砲のベースとなった。 初言作動機構性能 3BM25、相談等突き翼つ安定鉄鋼弾、秒速1430メートル砲弾、創薬。ありがとうございます。